モケさん、モケさん、するする、じゃあまずは先鋒戦、ケータさんの好みと、村尾さんどうか、我らがアイドル、沖縄勢のアイドル、じゃあまずはサツキで牽制しながら攻めていく好み、めくり B が当たって3段決めていくと、ジャンビー空中ヒット、まずは下がる10日だったが、ちょっと画面端追い込まれてしまう、画面でコパンコパンと割っていきたかったが、ちょっとまあそのまま攻めるとか、ジャンシー空対空当ててめくりビーからきっちり3段つなぐ、ガンガン攻める好み、壊し当てて画面端、ジャンビーカウンター、下ビーつないできっちり上品までつなぐ、まずは好みが1本選手、続いて2本目とさつきで牽制していくのはさっきと一緒、10日側何ヶ月ぶりぐらいこれときっちり来光までつないで、そのまま攻める10日だったが、ちょっと攻め継続できない、昇竜で切り返されてと、ここで当て身を出していく、当て減る、当て身当てて、ここで着地から昇竜、この目がガンガン攻める、もう一回壊し当てて画面端、ジャンビカウンター、ジャンビジャンビの上から攻めるこの身、ここで投げ決める、画面端での攻め能力が強い、タッチカウンターからサツキつないできっちり上位で殺しきる、まずは先鋒戦決算処理、名前がすごい。はい、じゃあ先鋒、あ、で対照戦出てくるのは 1P 側出口さん白鸚、続いて 2P 側寺田さんの好み、沖縄は好みウルトリー使ってる人がいないんだっけ、お互いアシスト出して好みがジャンシーで攻めていくと、画面端に追い込まれているのは白鸚だが、攻撃出して画面端から逃れたいと、サスケとアルルを一緒に出して痛かったが、アルルを出そうとしたがちょっとジャンビーカウンターしてしまう、ウルトと一緒に昇竜で攻めて、まずは投げを決める、ザクチ壊しから何食べ3段決めて、ウルトと一緒に攻める好み固めていくと、ジャンシーから下火きっちり繋いで、ここでジャンビーめくり、まずは好みが1本接種、続いて2本目と親しいで攻めたが先端かかんなし、ハコロ側は一気に攻めていきたいがちょっと攻め手が見つかないと、ここで風神戦出していきたかったがガードされる、風神戦に出してアルルを出していくと、ウルトと一緒に攻めていってウルトの雷当たってしまうと、ここで風神戦カウンターヒット、軟膏をつけて箱6段かこれで、あヘビーで締めてと、風神戦の隙にジャンビーから壊しまでつながって軟膏を消えてしまう、ここでヘビーカウンターじゃないガキャンと、もう一回軟膏をつけて箱6が攻めていくと、風神戦当たったがと、今度はハコロが攻めていく、ジャンビーからウルトと一緒にジャンプして潰す、軟膏をつけているのでと、ここでちょっと風神戦出ない、当て身が漏れてしまった、それでもハコロが一本取り返すと、アルル出そうとしたがちょっとジャンビーカウンター、もうそのまま画面端
ウルトを出して攻めていくこの身と相手の投げをの隙にそのまま攻めて軟膏をつけていく。ここでウルトをつけて軟膏ごと剥がしていく。ここでヘビー下にきっちりカウンター入れて、あーっと技が繋がらない。ここでガーキャン使ってガトロ、テンション的にはちょっと怖いか。ウルトとガンガン攻めるこのみと下し当たって投げまで決めていくと投げ外しだったのか。そのままハコロが投げて立ち B 夫人戦で B 夫人戦かと、好みが何食べで決めて画面半分、そのまま画面端とちょっと下 B にサツキが当たらずと画面端が変わってしまう。ここでゲンジボールアルルーが使ってお互い立ち回り、ウルトと一緒に攻めて壊し壊しとちまちま刻んでいくと、サツキの隙にこのまま当てて、このままこの身がそのまま殺しきる。寺田さんが大賞を取り、お互い代表戦、ケイタさん、寺田さんでお互い同キャラ戦。沖縄このにいる好み対好みは沖縄では最初以来ですね、加藤初期以来。アシストはサツキとウルトリーで、アシスト差になりそうですが、ここで勝利で切り返していくと、お互いぴょん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 と動き回って相手の飛び込みにガーキャン合わせていくと、ここでヘビー対空きちり合わせてウルトの雷もおまけでついてくると、そのまま画面端に固めていくと、ここでもヘビー対空きちり決めて親しいで締める。画面端から逃さない、ヘビーで追撃入れてそのまま追撃から殺しきる。まずは寺田さん好み一本選手、ジャンシー当ててとウルトのフォローがついたまま昇竜を攻めていく。画面端からは逃れてしまったが、そのダメージに体力的にはだいぶ余裕のあるときっちりヒット画面から何かでつないでとサスケと一緒に攻めていきたかったが、まあ、そのまま攻めてめくりから頂飛までつなぐと、親しいでアシスト潰して相手に画面端を背負わせる。きっちり昇竜から追撃入れて体力的には厳しい、立ち火めくりもきっちりガードしてウルトを出して一旦離すと、サツキごとそのままジャンビーでとどめを刺して寺田さん好み勝利ということで、今の勝負寺田さん村長さんチームの勝利です。ということで次の試合は、はい、じゃあやらせてもらいます坊主とレイブンさんのチーム対、これは完全に純正かな、カズヘイさんと青山さんチーム。坊主、カズヘイさんと青山さんチーム。キャメが暇そうにしてるお前ダメや。お前トーカじゃなかった？死ねえよ。さあ坊主がトーカトーカのチームに対して吐きそうなってる言ってるわ。
出てくるのはこれ、青やんさんですね。青やんさん対、レイブンさん。トーカしかいねえじゃねえか、この試合。4人ともトーカって、どういうこと？確かにこの辺分かっている。さあ、お互いに、さあ、ユマがヒットして、腰から、ジャンプ、ジャンプシー、中段、ちゃう、中段という。さあ、割れなくず、さあ、できへんと。西、西から、中段。ちょっと腰、カウンター、右が届かない位置。腰、ジャンキャンはできない。さあ、坊主が、はい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 、来るわ。中段。これはつまらない。あと、中段が出ない。中段。中段。と、さあ、暴れていない。ジンジン、今は来て、中段。さあ、技は出ない。さあ、最後は決まらない。さあ、西からステップ。さあ、防衛からライコ決めて。ライコから、ライコ！ライコにはライコで切り返す。少し、ジャンジャンが、せずに、今呼んで中段、越えから、ミュージー。勝ったのは、レイブントーカー。さあ、レズ君、何を言ってんの？トーカーでええやろ。カズヘイさんですよ、カズヘイさん。カズヘイさんのトーカー対、これは坊主のトーカーですね。さあ久々にこれと言ってちょっとほはこれなんで書いてあんのこれ股間股間股間のキノコビンビンこれはもう完全に死ねですね本当に何死んでくれあた頭おかしいこれね、沖縄勢に恥をね、ほんと、見せに来たね、これは。よくない。さあ、トーカーマーリャン対トーカーウルトリー。さあ、横投げ。横投げかな？ミルジー。さあ、横投げ。さあ、ゴシ？ニシ？さあ、お互いに破れ。ニシ。ジャンプヒー、ボービーカウンターお互いに立ち回ってるあーぶっ放したあれはクソ技ごえ見てからだあっとさあライつないでからのうわっ何をやっている本当にやっていないのかまあ何やと思われ勝ったのは S プラスの股間のキノコビンビンさあ BC 開幕 BC 当てみクソださっきから逆にタブしかかけてないさあしかし相手の逆にタブにはかからない最低やこいつごめん中段からこいつ繋いで当たらない欲しいあんたジャンプしジャンプいいかジャンプし神妙性当たらないそこで中段しかしそれぞれ呼んで勝ったのはボスボスとかはいじゃあ次2回戦トミーモケさんチームと久保さん黒江さんチームですね